ただいま。おかえり。なんでわざわざお母さんがあんたの忘れた充電器ば取り行かなんとね。うわっ、さあせー、うわ、助かったマジで。自分で取り行けよ、自転車で。もう充電なくなったからマジ助かった。おい、それだけ？え？あんたね、お母さんわざわざばあちゃん家に寄り道してたい。あんたの充電器取ってきとったよ。先生、助けた、助けた、助かった。その前に言う言葉があっとじゃないと。え、ね、ちゅ、ああ、ありがとう。ありがとうが一番に出てこんか、あんたは。なんですぐありがとうって言えんかね。うん、助かった、すんませんって。ありがとうって、ありがとうって、せんこと言わせんでね、もう、うん、ねえ、何でも自分のためにしてもらったりたい。ありがとうって一番最初に出てくるようになって、うん、ねえ、先生じゃなかった。ね。すいません。ありがとうございますならまだわかるだ。わ、うん、かった？もうわかった。ありがとう。ね。家族の中でもそういう言葉は大事にしなさい。友達にもだけど。ね。日頃からそういうのをね、いいよらんけん出てこんとだ。だけど友達の前でも先生の前でもいろんなところでね、素直にありがとうって出てこんとだろうね。出てる。だけんここの時もすっとありがとうが出てこんとだ。わかった。わかった、ありがとう。チャンネル登録よろしくねー。